土の中で90度回転させてから真上に引くと抜けやすいんだって。回転させると空洞ができて抜けやすくなるんだね。すごい、これは面白いね。皆さんもぜひ村の鍛冶屋ショップで体験してみてね。ではキッズ探検隊でした。バイバイ。みなさん、こんにちは。キッズ探検隊です。今日は体験型ショップ、村の鍛冶屋さんに遊びに来ています。イエーイ。村の鍛冶屋ショップは新潟県の三条市にお店があります。お店では地場産品やアウトドアの商品の販売をしているんだって。ここでお店の人気商品を紹介します。村の鍛冶屋といったら弾道ペグ、エリッツステークだよね。テントを抑える道具で何色もあるし、楕円形だから打ちやすく抜けやすいんだペグなんだって。そうなんだね、すごい。他にもアルティメットハンマーや TSBBQ ホットサンドメーカーも人気だよね。ホットサンドメーカーは耳もカリッと焼けて中身がこぼれにくい作りなんだって。じゃあ作ってみようか。やったもう予想、なんかいい匂いしてきそうだな。チーズはみ出ちゃったけど、めちゃめちゃ美味しそうに見えてよかったです。これはとっても面白いね。本当に簡単に作れたし、皆さんもぜひ村の鍛冶屋ショップで体験してみてね。ではこの辺でキッズ探検隊でした。バイバイ。
える道具だよ。カラフルで何色もあるし、楕円形で打ちやすく抜けやすいペグなんだって。アルティメットハンマーや TSBBQ ホットサンドメーカーも人気だよね。じゃあ早速ペグを